こんにちは新州読書会の宮沢です、えー、今日も戦争と平和の続きを解説していきます、えー。メンバーシップ登録を募集しております。今、ナポレ,ナポレオンとあのロシアの戦いが戦争と平和で描かれてるんですけども、まあ、そもそもなんでフランスがロシアまで攻めていったかっていうことを知るには、フランス革命のことがわからないと、 一年分かりませんので、えー、490円以上のメンバーシップでは、あ全100回以上解説してるフランス革命の今まぁ 30, 30何回分ぐらいアップしてあります。えー、週2回ぐらいずつですね、あの、コンテンツ公開していきますんで、ご興味ある方は、えー、登録してください。まあ、もちろんノートでも販売はしてるんですけども、 えー、まあ一緒に学んでいければと思います。えー、では今日のところですけど、第1部、第2編の6章から8章を解説します。えー、ここは、エンス川っていう川があるんですね。で、あの、地図は岩波文庫版に入ってますんで、えー、ウルムの戦役で、オーストリア軍が負けてから、オーストリア軍、 ロシア軍が退却していくんですけども、どんどん東側に、えー、ロシア方面にですね、えー。で、ナポレオンが追撃、追跡していくんですね、ナポレオン軍が。で、その追跡を阻止するために、エンス川っていう橋を焼き落とすことになります。えー、そこの模様がですね、1805年の10月23日のことが、出来事が書かれています。一応冒頭ですね、えー、出てくるのは、ネスベツキーですね。この人はアンドレイの同僚で、 えー、前回のお話では、アンドレを怒らせたんです,ですね、ジェルコフと一緒に。これは、あの、ウルムの戦役で、あの、マックっていう将軍が、えー、負けてしまって、で、その、クトゥゾスフのいる本営に、やってくるんですよ。まあ、一応頭を怪我したぐらいで。で、そのことについてからかったら、オーストリアの将軍を、えー、アンドレが、まあ、同盟軍の、 証拠に対してててて冗談を言うのはどういうどいことだって言って怒ったっ怒たシーンがありました、まあ、その時一緒にふざけてたネスベスキーから出てくるんですね。<laughs> で、この、私は面白いなと思ったのは、ゼルゴフとかネスベスキーとかアンドレイとかって、まあ、エリートですから。参謀本部付きのエリートですよ。えー、普通の、あのー、<laughs> 兵士と違うわけですねか。幹部、幹部クラスですよね。まあ、ニコライ・ロストフ。 ここで出てくるニコライロストフも見習い士官ので、まあ幹部候補生ですよ。だから一般の一ペ卒と違うわけですよ。で、やっぱりなんかちょっとふざけた感じなんですよね。あの冗談を、戦場でも冗談を言う,言う余裕を見せるっていうか、そういう態度なんですよ。で、このネスベツキーも、まあピロシキ食べてなんか甘いお酒だが飲みながら、丘の上から退却してくる連帯を、 見守ってるんですね。で、橋を落とさなきゃいけないんで、将軍からその変数川の橋を焼くように命令、命令をですね、このボグダーヌ一、ロス,ロストフの所属する景気連隊に、えー、景気系連隊に橋を焼くように命令を伝えに行くというところから始まります。まあ、近くに修道院があるんで、女性しか住んでないね、カトリックの。 そこに行ってみたいとかね、わり、まあ、かし下ネタを喋るわけですよ。で、橋を逃げてくるよね、なんかドイツ人、許可をもらったドイツ人一家がいて、若い女の人が乗ってんですけども、まあ、そういうのにもなんかこう、<laughs> ずっとそれを見てたりですね、いやらしい感じで。で、この戦場における、なんていうんですか、まあ、ふざけた感じ、ふざけた感じっていうか、その、幹部、 幹部特有のなんかこう、ふざけた感じっていうのは、私はなかなかいいこと、面白いなと思いました。こういうことよくあるなと思いました。こういう軍隊に向いてこういうことが上がれるとリアリティがあるなと思いました。みんなそんな真面目に白口中戦闘行為に携わってるわけじゃなくて、やっぱりエリートですから、公爵とかそう貴、貴族ですね。貴族のエリートが、戦場に行ってもこう、 まあなんかこういう感じだっていうのがね、ジェルコフとかネスベスキーの姿が、まあやっぱり印象に残るっていうか、まあこう,こういう人たちがま結局本当の戦争になって、まあ戸惑うっていうかね、今まで舐めてた部分で、まあちょっと全然役に立たないってことはわかるし、あるいはニコライ・ロストフやアンドレイがこれからもう想像の中にしかなかった戦闘ですね。 まあここのシーンは、あの、ニコライ・ロストフのウィジン、ウィジンなんですね。一応、初めて作戦に携わって何の役にも立たないということが書いたんですけども、というところになります。えー、ということで、一応、その、橋でですね、で、ワシーリ・デニーソフ隊、これはまあ、ロストフの上官というか、まあ、上官でありながら、仲間の人なんですけども、デニーソフに、レスベツキーは、 あの、お互い昔から知ってんですね。で、でデニーソフのワーコーって言って、声をかけるんですよ。橋の上でね。これから焼き打ちする橋の上で。えー、で、そのシーンが366ページに描かれています。えー、で、続きです。この、えー、第1部の第2編の第8章ですね。ここで橋を焼くシーンが描かれています。 えー、デニーソフのた、いるですね、ボグダーヌイ兵、ボグダーヌの連隊将のパブログラード、気兵連隊、中隊。一回、橋を退却するんですけども、そこにあのネ、ね、スベツキーやジェルコフが、やってくるわけですね。で、あの、司令部から橋を焼くようにっていう命令があんだが、どうなってんだっていうんですね。 だけど、ボグダーの位置はなな、なぜか橋を焼かずにね、橋を焼くってことは聞いてたんですけども、可燃物、火薬を置いて火をつけるっていう命令まで受けてないとかいう、よくわからないことを言うわけですよ。えー、だけどみんな次々に指令を持って焼いてくれっていうわけですね。で、しょうがないから、自分が率先して橋に戻っていくんですね。で、この時、ロストフが、まあ、向こうにも、ナポレオンの軍がね、エンスガーの橋の向こうに追跡して、 姿を見せ始めて、さらにはその、砲撃していくんですね。それが川に、あの、砲弾が落ちたりしてるんですよ。もうそういう状態になって、あの、退却してたんですけども、橋を焼くために、戻さ、戻らなきゃいけなくなったと。で、初めて敵と対峙した時の、これ、要するに370ページに書いてあります、ロストフの、なんていうんですか、心の中の言葉ですね。 370ページ。生きてるものと死んだものを隔てている一線を思わせるこの一線を、この線を越え一歩越えたら、不可思議と苦悩と死だ。そしてその向こうには何があるんだ向こうは誰がいるんだ向こうのこの野原や木や太陽に照らされている屋根のカナダは誰も知らないし、知りたがっている。この一線を越えるのは恐ろしいし、越えても見たい。そしてみんなわかってるんだ。遅かれ早かれこの線を越えて、あちらに、線の向こう側に、 何があるか知ることになる。それはちょうどあちらに死の向こう側に何があるか知ることを避けられないのと同じだということを。ところが自分自身は強くて健康で陽気で、しかも苛立っていて、そしてこんなに健康でイライラと活気に満ちた人間たちに囲まれている。敵を目の当たりにしている者は誰でも、たとえこう考えないにしてもこんなふうに感じる。そしてこの感覚がこういう時に生じるあり,ありとあらゆるものに一種特別な印象のきらめきと、心楽しいような、 鋭さを与えるのだ。っていうことですね。なんかまあ、ピリオドの向こうへみたいなね。チャッ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 チャララララみたいな。ワンナイトカーニバルみたいな。<laughs> あの、川の向こう側にナポレオン軍がいて、一戦こりゃ、もう戦闘だと。もう死の向こう側かもしれないってことを、そんなことを初めて感じるわけですよ。ニコライア・ロフソファまあ、まだ一回も戦闘に立ち会ってないんでね。えー、それで、 結局、僕らの位置を率先して、まあ、橋を焼くってことをこの中隊がやらざるを得なくて、まあ、デニーソフとニコライと連隊長が橋に戻っていくんですよ。で、ニコライは途中で馬を降りてですね、あ、あれか、ニコライはその連隊長に対して複雑な思いを抱いてるんですね。なぜかというと、その前回お話ししたチェリアニン注意っていうのはね、 で、デニーソムの財布パクったわけですよ。で、それをとっ捕まえてね、連隊長に、告げ、告げ口したら、連隊長がその、チェレア人中をかばったんですね。かばったことで、まあ、連隊に泥を塗るなってことでかばったんですけど、それがあの正義感のニコライには許せなくて、まあ、連隊長と決闘までしていいみたいなことを言ったら、ギリステン二刀体に、こう、説得しにしたっていう話が前回ありましたけども、 だからまあ、あんまりよく思ってなくですよ、ボグダーヌ一連隊長っていうのは。まあ、見習いしかない。幹部候補生の社員と、まあ、現役の部長がね、仲が悪いみたいな感じになってて。で、ニコライ、ボグダーヌ一連隊長が自分に危険な任務をやってね、脅すつもりなんだと思ってんですよ。これが374ページに書いてありまして。えー 読み上げます。二つのパプログラード騎兵中隊は橋を渡ると、次々に坂道を登って交代した。連隊長ボグダーのウィッチ・シューベルトは、デニーソフ中隊に馬を近づけ、ニコライのそばを波足で進んでいったが、チェリア人のことで衝突してから、今初めて顔を合わせたというのに、ニコライには全然目もくれなかった。ニコライは申し訳ないことをしたと今では持っているこの人の手に、戦線では自分の、えぇ、ー、生殺与奪の件が、 握られているのを感じて連隊長のスポークスマンのような背中と薄茶色の髪の後,後頭部と赤い首から目を離さなかった時にはニコライのようにボグダーヌ一のオっサんはわざと知らんそ知らぬふりをしているだけで彼の目的は今ただただ見習いしかロストフの勇気を試すことにあるのだと思えたので胸を張り時には楽しそうに左右を見回していた ということですええー、まあ一応命令出すのはね、僕内の一連隊長です。まあロストフにね、橋を焼いてこいっていう命令もできるわけですよ。何も、あ何の、ええー、何の経験もないのにね。で、ニコライもそれを感じてるわけですよ。この前、その、 財布と済んだチェラーニンの件で対立してますから、えー、それで、まあ、嫌がらせで、嫌がらせっていうか勇気を試されるってことですね。わざと橋を燃やす任務をね、あのしれ、あのロストフに出して勇気を試すんじゃないかなってロストフは思ってるんですよ。で、続きです。時には僕だの一ノスさんが自分の勇気をニコライに見せるため、わざと近くを進んでるような気がした。 時には、この自分の敵が、これはまあ僕なので一度もですね。つまりニゴライを懲らしめるためにわざと今中退を捨て民の攻撃に向かわせるのだというような気がした。時には攻撃が済んだ後、彼が自分のそばに歩み寄り、傷ついた自分に広い心で和解の手を差し伸べるのだというような気がした。ええー、ということです。あの、まあ両子、上司とバチバチなんで、上司が何考えてるかはね、 自分の勇気を試そうとしてんじゃないかと思って、それに負けないぞっていう、なんか一人空回りっていうかね <laughs>、まあロストフの、何にもまだ戦闘行為をしたことはないから、一人で、一人相撲みたいなのが書かれてて、まあ、ここら辺もやっぱすごいなと思いました、私、こういうこと書くのが。えこういうこと、なんか会社勤めの人とかだって、上司が近くにいて、自分のことどう思ってるかってね、嫌われてんだが、なんだか評価されてんだがわかんない、ね。 え、岡田監督と悟ってるみたいなもんですよ。なんか <laughs>、例えがどうなんだかわかんないですけども <laughs>。岡田、岡田監督と西勇貴投手みたいな感じで、評価されてんだかね、いらないと思われてないようわかんないみたいな。試されて使われてるみたいな。日本シリーズの第7戦に投げてんだ青柳みたいなのね、お前でいけるのかみたいな <laughs>、感じですけど、お前はエースなのかみたいなね。エースだったら勝って優勝してみろみたいな。 えー、だけど、5回、2アウトで変えられちゃったみたいな。えー、まあ、そういう感じじゃないですか。で、この,この続きにジェルコフが出てくるんですね。374ページの後ろから2行目。パブログラード連隊の者たちには馴染み深い肩をそびやかしたジェルコフの姿が、過去彼は最近自分の連隊を転出したばかりだった。連隊長に近づいた。ジェルコフは参謀本部から追い出されたと。これはなんで追い出されたかって言うと、オーストリア将軍に冗談言ったからですね。 マック将軍がご無事でよかったみたいな。で、それで追い出されたんですよ。不況を買って。つまあ、オーストリア将軍になんだあいつって言われたんでしょうね。で、自分はせせ前線でこぎ使われるようなバカじゃない。本部に属していれば何もせず、褒美はその分、その方がたくさんもらえると言って、連帯には残らず、伝令将校としてバグラチオン公爵の側近にうまく入り込んだ。彼は後衛隊長バグラチオンからの命令をもって、元の上官のところへ来たのだ。 まあ、あの、一時だけパブログラード気兵、刑期兵連隊にいたんですよじ。あの、ジェルコフも。だけどすぐ、違うとこ行っちゃったんですね。ま、あ、<laughs> エリートですから、なんかどん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 都合のいいように自分で申し出れば移動できるっていう。で、今、まあ、バグラチオン公爵、この人も後で出てくるんですけども、えー、の命令を持ってですね、橋を焼くようにっていう命令を、まあ、 あれですね。エスベスキーも橋を焼くように言って命令。まあ、次々と橋を焼くように言って命令が来るわけですよ。だけど連隊長は聞いてないよってわけですよ。まあ、知ってんだけどなんかやりたくなかったんですね。えー、で、なんかやりたくないみたいな、なんかその、言うこと聞きたくないんですよ。で、でや親やさんやってくれって言ったらね、あんたに親父さんって言われる。<laughs> 筋じゃいないとかね。喧嘩なんですね。私はあなたの親父さんではないですかって376ページで言って、ぐずぐずするわけですよ。 えー、ということで、まあ結局でももう焼かざるを得ないんで、3人も命令を伝えに来たんで、えー、デニーソフたちと一緒に戻ってって、えー、で、その時ニコライは、自意識過剰ですから、377ページ。なるほど、やっぱりそうなんだ、ニコライは思った。あいつは俺を試そうとしてるんだ。彼の心臓は締め付けられたようになって、血がどっと顔に上った。見てろよ、俺が臆病者かどうか、彼は思った。 えー、中隊の者たちに容疑な、中隊の者たちに容疑な顔に、すべてにまた砲弾の下に立っていた時のような真剣な印が現れた。えー、ニコライは目も離さず自分の敵である連隊長を見つめて、自分の推測を裏付けるようなものをその顔に見つけようとしていた。しかし連隊長は一度もニコライの方を見ず、前線でのいつもの霊に漏れず、厳しくいかめしい目をしていた。号令が聞こえた。急げ急げ。彼の周りでいくつかの声が言った。 サーベルを、手綱に絡ませ、拍車を響かせて急ぎながら、景気兵たちは自分でも何をするかわからず馬から降りた。景気兵たちは十字を切った。まあ、これから、あの、特殊任務ですね。死をかけた特殊任務、橋を焼くってことやんで、十字を切るんですね。ニコライはもう連隊長を見ていなかった。そんな暇はなかった。彼は他の景気兵たちから遅れてはいけないと不安に思っていた。心臓が止まるほど不安だった。 馬を馬長に預けると、彼はの手が震えていたし、ドキドキと音を立てて血が心臓に流れ込むのを感じていた。デニー祖父が後ろにのけぞりながら何か叫んで彼の脇を馬でと走りすぎた。ニコライは自分の周りを走り、拍車を絡ませサーベルを鳴らしている景気兵以外何も目に入らなかった。担架、誰かの声が後ろで叫んだ。ニコライは担架の余裕が何を意味しているか考えもしなかった。まあもう誰か撃たれちゃってるわけですよ。まあ、倒れたんだか撃たれたんだか。 ま、向こうから敵が撃っていくんでね、ナポレオン軍が。橋に向かって。えー、彼はともかく戦闘になろうと懸命になって走った。しかし、橋のすぐたもとで、彼は足元を見ていなかったので、粘っこい踏み荒らされた泥の中にはまってしまい、つまずいて倒れて両手をついてしまった。両方側に対ニコライの耳に連隊長の声が聞こえた。連隊長は前に進み出ると馬にまたがったままガチ怒ったような軽い顔で、橋の近くに立ち止まった。 ニコライは汚れた手を乗馬ズボンに擦りつけて拭きながら自分の敵を振り返った、えー。そしてもっと前に行けば行くほどいいのだと思ってもっと先へ走ろうとした。しかし僕ダーヌ一のおっさんはニコライも見ておらずそれがニコライだともわからなかったのに彼を隣つけた。誰橋の真ん中走ってる右の方見習いしか下がれ。彼は腹を立てて怒鳴った。そして勇気をへぐひけらかし馬に乗ったまま 橋板に踏み込んだディニーソフに向かっていった。なんで危険するタイ馬を降りて連隊長は行ったええー、悪いことするとすぐ右つかるぜ。ディニーソフは蔵の上で体をひでりながら落ちた。ということですよ。まあ、ニコライがね、その、ボグダンの位と、家い,い、言い,い争いになった手前もあって、走って、橋を焼きに、走る一軍に混じったんですけど、途中でこけ、こけた、<laughs> こけちゃったんですね。 でぼけちゃったけど、まあ、走ってった。だでデ,デニーソフも、馬に乗って、えー、橋に向かってったっていうシーンですね。まあ、ちょっと映画みたいなシーンだなと思いましたけども。えー、で、まあこ、この次の星はネベ、ネスベツキーやジェルゴフが丘の上からその橋を焼く任務を見てるシーンなんですけども、えー、そこからまた、 橋の上に、C、は戻って、えー、382ページ。迎撃兵が馬頂のところに戻る前に、フランス軍は3度3弾を発射することができた。2度目の一斉射撃は不正確で、3弾は全部飛びすぎてしまったが、その代わり3度目の発射は一塊の迎撃弾の真ん中に落ちて3人を倒した。ニコライはボグダーヌ1のおっさんに対する自分の態度が気になって、どうしてよいか分からないまま、橋の上に棒立ちになっていた。 切り倒かっこ、彼はいつでも戦闘をそんな風に思い描いていた。相手はいなかった。橋に火をかける手伝いもやはりできなかった。というのは他の兵隊たちのように火付けの藁を持っ,てなか持ってきていなかったからだった。彼は立ったまま左右を見回していた。すると不意にくるみをばらまいたように橋の上にパラパラと音がして、彼の一番近くにいた警戒兵の一人がうめき声を上げて欄干に倒れた。ニコライは他の者たちと一緒にそのそばに駆け寄った。また誰かが担架と叫んだ。 その景気形を四人の者が抱えて持ち上げ始めた。おお、ほっといてくれ、頼む。不祥兵はう、ま、わめいた。しかしそれでもやはり抱き上げられて乗せられてしまった。ニコライは顔を背けて何か、まるで何か探し求めるように遠くを、ドナウの流れを、空を、太陽を見始めた。空がなんと素晴らしく見えたことか。なんと青く、静かに、深く、落ちていく太陽はなんと明るく、荘厳なことか。なんと優しく、つやつやと、 カス、カナタのドナウの流れがきらめいていたことか。そして遠くのドナウのカナタに青ずんでいる山々と、修道院と、神秘的な峡谷と、小勢まで霧に浸された松林は、それにも増して素晴らしかった。向こうは静かなのだ、幸せなのだ。何も、何も俺は望まないんだがな、何も望まないんだがな、ただただあそこにいられさえすれば、ニコライは思った。ただ俺の中に、そしてあの太陽の中に溢れるばかりの幸せがある。だがここには、 うめき苦しみ恐怖。そしてこの混濁。この慌ただしさ。ほら、また何かをめいている。そして、またみんなどこか後ろの方を走り出した。俺もみんなと一緒に走っている。そしてほら、あいつが、あいつが、死が俺の上に、俺の周りに一瞬で、俺にはもう永久にあの太陽、あの水、あの谷が見えなくなる。その時、太陽が雲の影に隠れ始めた。ニコライの前に別の短歌が現れた。そして死と短歌がもを恐れる気持ちも太陽と星を 愛する気持ちも全てが一つの病的で不安な印象に溶け合った。ああ、神様。あなたの空の中にいる神を。私を救い許し、守りたまえ。ニコライは胸の中で呟いた。えー、激兵たちは馬長のそワを走るより寄り、声は大きく穏やかになり、担架は視界から消えた。どうだいおい、火薬の匂いを嗅いできたか耳元でデニーソフが叫んだ。<laughs> 何をかもすんだ。しかし俺は臆病者だ。そうだ、俺は臆病者だ。 二五来は思った。そして大きく息をつきながら、足を一歩、一本脇の方に突き出してる、グラーチク号の馬長の手から取ると乗ろうとした。何だったんだよあれは三段階。彼はデニー祖父に尋ねた。うん。おまけにものすごいやつだぜ。デニー祖父は叫んだ。テキき、敵パキ任務を果たしたぜ。ひでえ任務だったけどな。攻撃ならお手のもんだ。ズタズタにぶった切ってやれいい。だけどこれじゃあ、つくしょう。あんまりだぜ。標的みたいに撃たれてさ。 そして、デニーソフはニコライのそばの近くに立っている連隊長、ネスベツキ、ジェルコフ、司令官好きの将校などの群れの方へ行ってしまった。しかし、誰も見,に見ていなかったらしい。心の中でニコライは思った。確か誰も見ていなかった。何も見ていなかった。それは放火の洗礼を受けたほどない見習い士官が初めて経験する気持ちは誰でも知っていたからだった。ということです。まあ、これがニコライの偉人なんですね。偉人の中でなんかもう、詩人みたいなことを考えてね、なんか、 橋の上に行ったけど燃やすものも何も持ってなくて <laughs> だ。だ単なる足でまといっていうか、ええー、まあ、自分の勇気を試すために行っただけで何の役にも立たなくて引き返してきたんですけども、ええー、しかし自分の臆病な気持ちとかね、なんか、ドナウはー見てエモい気持ちになってたことで、誰も知らなかった。誰も見てなかった。効果の占領を受けたことのない見習い主観が初めて経験する気持ちは、でも誰も見なくて、 見てなくてもみんなが知ってることだってことが書いてありますね、これね。みんなそういう経験をして、あの、兵士になっていくるんだってことが、384ページに書かれています。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあ、よく考えるとなんか、入社1日目の、なんかね、感想みたいな。会社に入って1日目みたいな。社会人な、社会人1年生が、なんかもう、 あとあとになればもう何でもないようなことになんかすごい一時驚いてしまうみたいなね。いろんなものをも、物思いにふけるっていうか、社会ってこうなってんだみたいな。誰もが感じたことのあることにファーストインパクトを受けるっていうことが書いてあります。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。